皆さんこんにちは。こんにちは。ジャミンゼブです。です。今日は、ここ鶴岡市文化会館、将棋タクト鶴岡という会場で、公演があるんですけれども、ここは実はジャミンゼブ来たことがあって、ね、この改修前の鶴岡市文化会館に訪れたことがあって、久しぶりの山形庄内での公演なので、はい、とても楽しみにしているところです。すごい豪華な感じに。そうですね。なんかこれなかなか面白い波のような。そう波あそうですね波がどんどん音がね連なっていくような感じになって。ちょっとドキコングと思い出したけど。はい、ドキコング。はい。そうですね。ちょっとマリオに なんか飛んでみたいですね。はい、はい。でですね、来週なんですけれども、この僕たちが、飛行機で今日は飛んできたんですけど、羽田空港 LDH キッチンにて、公演があります。木曜日だったかな。はい、はい。こちらはですね、ジャミンゼブの楽曲とともに世界を旅するみたいな、はいはい、コンセプトいいコンセプトですね。なっていて、新曲もあったり、とても僕たちも楽しみにしている公演です。で、今回はですね、僕たちの15周年記念のグッズも新しく、はい完成しましたので、それを販売しようとしてます。ちょっとシモン、シモン、後ろで手組んでたの。はい。びっくりした。じゃあ皆さんちょっと手分けして。はい。お、手分けして。お、はい。手分けして。お、そしてステッカーもある。お、そうですね。まだまだ続くよ15周年ということで、はい、これがセットで。はい。はい。すごい豪華だよねこれね。結構このファイルがまたおしゃれになってますよね、クリアファイル。これね、どれもいいんだけどね、俺これ推しなんだね。裏もどうしますか。こっち側、はい、すごいおしゃれ。こちらの好きなことで、はい、皆さんのね好みもいろいろあるかと思いますけど、すごいなんかおしゃれだし、はい、ステッカーとかには僕らの写真とかもあったりとかして、はい、こうクリアファイルには僕らの顔はないように、こうちょっとね、はい、使いやすさ。使いやすさ。それ、ナイスなワードだね。そう。で、こう、ちょっと見えないところに、こう、ステッカーとか貼るのも楽しいんじゃないかなというふうに思います。こちらがセットになっていて、はい。ぜひね、皆さんには漏れなくお買い求めいただきたいなというふうに思っておりますけれども、はい、当日券も、ご用意できる予定になっておりますので、今、インターネット経由でチケット販売をしているんですけれども、ぜひ、当日でも、あ、来れるなっていうふうに、仕事帰りで来れるなって思われた方は、ぜひ、今回2回公演をやるんですけれども、ぜひ、遊びに来てくれたら、嬉しく思います。なんかちょっとチケットのシステムが変わったんですけど、なんか簡単なんですけれども、もし難しくてわかんないよっていうふうな方が、もしいらっしゃっても、当日、現地に来ていただければ、必ず入れますので、どうぞご心配なく、安心して遊びに来ていただければと思います。はい。はい、それでは、羽田空港 LDH キッチンにて、ジャミズ部皆様をお待ちしております。お待ちしております。See you soon.